隊長さん、ゆうちゃんさん、まんじゅうさん、ひもかげさん、チキンダブルさん、上限さん、ドンパッチさん、ひらくさん、こんばんは。ウェスカーさん、こんばんは。あー、寒。昨日ね、ゲーム終わって、帰りの道に、あれがあるんですよね、温度計見たら2度でしたよ、2度。そら寒いわ。エマさん、こんばんは。メイメイさん、こんばんは。生存者するか。15枚ね、あと3枚ね。オッケー。チェッピーさん、こんばんは。ポーンさん、こんばんは。ハチミツさん、こんばんは。何系？絵文字が見えない。俺、目が悪いっすよね。トイレ？ あ、トイレの絵文字か。すいません。俺ね、もう最近老眼も来てるに違うんかってぐらい近くも見えないですよね。だから新聞とかね、スマホの小さい文字が見えないですよ。やばいね。遠近両用のメガネ買わないとな。まあ、でも普通そうか。メガネかけてるから近く見えなくなりますよね。ボケてた。ボケてましたわ。せっちゃんさん、こんばんは。いや、もうトイレから出てきますよ。こんばんは。手は洗われましたよ。はい。プーさん、こんばんは。ももさん、こんばんは。ななちゃみさん、こんばんは。老眼ケイ様。あ、自分コンタクトしないですよね。コンタクトね、左目だけ入らないですよ。痙攣して、目が。右目はね、スッて入るんですけど、なんか左目ね、左目手で触っただけでも、ピクピクピクって痙攣して、もうコンタクト入れるのが、もう結構難あるから、もうメガネにしようっていう。なんでなんやろね。右目は大丈夫なんですよ。左目、なんか、神経が多分、めっちゃ通ってるんやろね。ちなみに自分ね、片頭痛持ちなんですけど、頭痛も左目から来てるんで、左目のだから神経おかしいんですよね。マスクさん、こんばんは。トマトさん、こんばんは。新情報来てましたね。お前は右目だと。普段はメガネもかけてないですけどね。運転するときとゲームするときはメガネしてますけど。ちなみに目めっちゃ悪いっすよ。0.01ぐらいかな。今日キラー3回したら頭痛くなりました。あ、ひもかげさんがなってくれるんですか、左目に。たまごさん、こんばんは。オブオブの VCPT はきついね。もうそれ最強、最強ですからね、ほんまに。
キラーの位置がすあの常にバレてるっていう。こういうのはメガネなしすごいでしょ。まあでもほとんど欠けてますけどね。ほとんどが運転してるかゲームしてるか。あ、すいません、家の中では欠けてますね。うん、家の中では欠けてます。外では欠けてない。外で運転してないときは欠けてないね。鳥ちゃんこんばんは。なぜか、なぜかわかります？あのね、人間ね、人間ずっとメガネかけてたら、メガネ外した時なんかボケたような顔になるんですよね。わかります？それが嫌なんですよ。なんか目が泳いでる感じしますよね。メガネずっとかけてる人が、メガネ外したら。ゆうなさんこんばんは。メガネ外したのび太顔そう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 。黄色帯でもマッチ遅い。あらら、ギャップでモテるんじゃなくてですか。よいしょ。メガネ女子？いえ、あ、メガネかけてますけどね。平さんこんばんは。合ってます？読み方合ってません。ともやさんでいいか。ちなみに今日目の調子が悪いんですぐやめるかもしれません。目が調子悪い。クリスチャンさんこんばんは。カニバルファンさあ追いかけられないとあれやな。アーカイブが達成できないな。3回あと板を倒せっていう。リンちゃんリンちゃん苦手やね。ぜひカニバル来てほしいな。ディスターブドウォード、よし。アビリア、縄張り意識なんか持ってないやろ。怖っ。うお、なんで、なんで、なんでわかった。縄張り意識がなんか持ってるから。
キュー。ごめんよ。あ、地下通路アーカイブか。なるほど。やばくないあれ。うまいな、メグチンうまいな。破滅ないわ。あ、やべやべ、そんなとこあったんや。今のチーム行こうか。ナイス結束。あ、でも来てるな。シャキーン。助けてくれようとしてる。回復。おっと、まずいね。巻物。巻物はいらないな。あれ、二人で行けないか。助けてあげて。おいしょ。おい、あんまり救助ばっかりしてもね、すぐ死ぬ人が早いから。スリーペースいいな。やばいぞこれ、頑張らないと。どっちから上がってくるかな。一回降りようか俺。あ、俺の方かな。オッケーオッケーオッケー。あぶねあぶね。うまいうまいうまい。それはうまいわ。リリー見たらやりたくなってくるな。小屋の発電機でも回すか。小屋どこやったっけ。みんな捨てる気は持ってないな。
ンさんこんばんは、ミニーさんこんばんは、ニクリンさんこんばんは、ココゾーさんこんばんは、カリウスさんこんばんは、カナユキンさんこんばんは、ブラオさんこんばんは、ビリー疲れました。弱いな、板めっちゃ弱いな。あ、そんなことないか、そんなことないな。違うな、やっぱりコーラングキラーは違うな。コーラングビリーは違うね。これ正気なんやろ、これ。正気さんな気がする。あ、違う。藤谷さんこんばんは、江戸城さんこんばんは、ヤスさんこんばんは、シゴさんこんばんは、つよさんこんばんは、レモニーさん、アキさんこんばんは、ヨッタカさんこんばんは、マッチングせず。板3枚使ったっけ俺。今板何枚使った？1枚も使ってない。マジか。もっと倒さんとな。板倒せずやられたもんな。佐々木さんこんばんは、水明さんこんばんは。うまいね今のビリー、うまいわ。ウッチさんこんばんは。カナリアさんこんばんは。レモンさんこんばんは。ジャックさんこんばんは。今のノーパークやったんじゃん、キラーさん。違うか。チョコレートさんこんばんは。あ、せっちゃんさん、それきついね。マナハさん、こんばんは。ランク1、気軽に、すごいですね。あ、サバイバーは、いけても、キラーで気軽にいけるのはすごいね。多分、それ、自分の動画違いますよ。自分のキラーは多分参考にならないんで。まあ一応ランク1までは毎回行ってますけどね、自分キラーも。よいしょ。
偽板は多分無理違いますかね。多分ダメやと思いますよ。ねえ、ランク1はモサやね。ステイン隠ししてくるキラーには別板に逃げ込む。あのね、ステイン隠しのやり方っすね。さっきのキラーさんみたいに、ステイン隠しながら普通に追ってくるタイプは、距離が取れてないから、他の板まで行けませんね。なんかいろんなフェイントかけながらステイン隠してくるキラーやったら、距離が空くから、まあ、モロハの剣かな、向こうからしたら。うまくいけば、倒せるけど失敗したら差が開いちゃうっていうステインの隠し方してくる人やったら他の板行った方がいいっすね。さっきのキラーさんのビリーのねステインの隠し方やったら他の板行ったら間に合わなくなりますね。いけませんね、距離が開いてないんで。せいやさんこんばんは。まあ、基本ね、もうステイン隠してくるキラーってもう強いから、もう板ポンって倒した方がいいっすよ。もう変に頑張らないで、ポンって板倒して割らせて、視界のいいところでチェイスするっていう。おていさん、こんばんは。最初言ってましたよ。普通に追ってくるんやけど、ただ後ろ見てステイン隠してるだけのキラー。まあそれがまあ難しいですけど、さっきのキラーさんみたいなね、あれはもう他の板にはいけない。あれ難しいですよキラーね。簡単、さっきの人簡単にやってたけど結構難しいんで。あれケスルさん、ケマッチしないからキラーやろうかな。どうしよう、もうちょっと待ってみるか。オレイモさんこんばんは、初見トップです。アーカイブチャレンジ内容めんどくさくてキラー1から学びます。まあ全滅なんて狙わないでいいと思いますよキラー。もう普通にやってたらいいと思いますよ。でもヤスさん赤ランクまでいけますよ。俺結構毎回キャンプとか飛んでる ほぼせずにランク1いけますからね。いろんなキラー使って、特にこればっかりっていうキラーじゃなくて、いろんなキラー使って適当に立ち回ってるだけでもランク1いけてますよ、一応今のところね。まあ全逃げとかされること多いけど、全滅取れないこと多いけど、全滅にこだわり出したらもう愚痴ばっかり出ちゃいますよね。もう愚痴ばっかりほんま全滅に狙ってるときは、まあ俺はね。なんかもう深く考えないように。氷水さんこんばんは。あ、ビリーの追跡の評価ね、そうそうそう、チェーンソー当てるのが上手い人ほど評価がもらえないんで。あれ理不尽っすよね。チェーンソー当てるの上手い人絶対にオールレインボー取れないですからね。バナオさんこんばんは。二人処刑できれば良いと思って嫌ってます。ああいいっすね、そうっすよ、それでいいっすよ。自分なんてもうバベチリ4つ溜まったらいいわって思ってますからね。アップルさんこんばんは。リコさんこんばんは。全滅取れなくても下手っていう人なんかいないんで、このゲームで。
でしょ？だから気にせずやったらいいと思いますよ。そんなに4人もガチガチのチェイスマン入ってきたら全滅なんて絶対無理やからね。最近ドクターで心音縮小奇襲型 静音ドクターっすね。簡略つけて、あれっすね。鎮静つけて、攻撃の方で追いかけ回すっていうやつやで。自分ビリやってるとき、だいたい金もいかないっすね。右側、追跡の評価。シルバーばっかりっすね、ほぼ。小林ナースさん、こんばんは。追跡ってあれやからね、攻撃当てた回数やから、チェーンソーやったらしんどいっすね。ねやし頑張ったよ。俺か？ああ、違うな。多分山岡凛多いやろな。みんなあれ、アドオン。使い切りたいに違うかな。術とか。今のうちに使っとこうっていう。ないか。ないな。助けてあげたいけどな。戻るかな、また。あ、行かない行かない行かない。危ない危ない危ない。戻ったな。大丈夫か？頑張ってくれ。あ、ここあるやん。これかわいそうやね。オーモンドって結構、トーテム探すの難しいけど、こんなところにあるのはかわいそうやな。ザックさん、こんばんは。めっちゃ当たりますか？ オリームさん、こんばんは。お疲れ。危な。止めんかっただけやけど。こういったあったっすよね。まだ来てるかな？あ、来てるな。
信用しないな。今戸でーす。どんだけ板あんの、これ全部使ってもなくならへんよこんな。よいしょ。あれどっか行ったか。全部使ってもじゃないわ、倒しまくってもなくならへんこんだけ板あったら。開けるわ。開けられてたな。修正先にしてほしいですよね。こんなん無理でしょ、板と板近いしね。しかも壊さないといけない板ばっかりだし。どんだけあんのほんまこのマップ。あれ行けるかな。一応ボール耐えやけど。オッケー、ナイスです。ヒトさんこんばんは。新キラー楽しみですね。クメさんこんばんは。チャレンジ完了。オポチュニティ最強でしょう。板の位置全部覚えられるからね、オポチュニティやったら。2回も当てないといけないのか。医療キット6個使い果たす。医療キット、医療キット持っていかなあかんのか。これ持っていくか現地調達。6個ってよっぽどっすよこれ。皆さんあれっすからね、いい医療キット持っていったら耐久力あるから、どういったらよ、一個使い果たすのに苦労しますよ。持っていくならボロやね、ボロ。ボロ医療キットを持っていったら、一回の回復でなくなるから、使い果たす、スピードが速い。
いや間違ってるかもしれんけど、もしかしたら。でもこの日本語の説明やったらそういうことっすよね。こっちやろうか、こっちやろう。調剤学でやったらウェスカーさんあれっすよ、緑の救急キットなくなるのめっちゃ遅いからキラーさんにこれは許してもらうしかない。これ持っていってね、ボロ持っていって救急キット許してって、中身何も入ってないから。ボロ持ってってクリアしましたあ、だから大変ですでもあれっすよね、切られる可能性があること考えたら現地調達で、しかも絶対にあの救急キットがあの出そうと思ったら調剤学じゃないと無理っすもんね。板が少ないステージはね、絶対にランプキンレーン、ランプキンレーンは板の数だけはほんま少ない。他にもあるかもしれませんね、少ないマップ。まあ俺個人的にはランプキンレーンが板が少ないと思いますけどね。中島さんこんばんは。オスマさんこんばんは。あ頭いい、頭いい、それいいっすね。スキルチェックミスりまくったらいいんや。賢いっすね。キックさんこんばんは。つやこさんこんばんは。友人さんこんばんは。ひざるさんこんばんは。ランプキンレーンあんだけ板ないけど、サバイバーがもうめちゃくちゃやりやすいもんね。脱出率高いからな。あ、追いにくいからな、ほんまに。ランプキンレーンっていうマップ、柵の前も何回も見たことありますけど、柵越しにサバイバーいてもそこまで行くのにめっちゃかかるからね。あとね、ガスヘブンも運が悪いと全然ないね。生成が悪いと。あとガスヘブン板があってもね、あのマップあのなんかもうマップの端の方にジャングルジムが多いから、だからあんまり使うことがないっていう。ランプキンはあの窓枠がね、ほんまに。あと索敵がめちゃくちゃ難しいっていう。マップもそこそこ広いのに2階建ての家ばっかりやから、上も下も探さないといけないし、あと隠れるところが多すぎっていう。12月楽しみっすね。レセブンさんこんばんは。強ポチがたくさんありすぎてね、ほんとそれ。アザロフ、ガスヘブンくらいね。キラーまんべんなく育ってなくて悲しい自分はもうサバイバーより先にキラーを育てましたね。ダイさんこんばんは。
くなってきた。今日マイクラの配信しようと思ってたんですけど、始めるの遅かったからな。ナース極振りしてて他育ってない。カニバルね、カニバル。次何やったっけ？2回当てろか、パレットを。せいやさん、ありがとうございました。ありがとうございます。過去形になった。まこさん、こんばんは。お、すごいっすね。4台分やるね。しぐれさん、こんばんは。精神的負担が大きすぎてしんどいです。休憩できませんからね。もうずっと動いとかないと思う、まあ、慣れないうちは疲れると思いますよ。レベル1さん、こんばんは。長時間チェイスしてもジェネ回らないとき、トキとジェネより回復優先で悲しいサバ。チェイス中のコントローラーさばき、あー手元を取っときましょうか。またでもね、機材がないですよ。 iPhone で撮らないといけないですよね。 iPhone しかなくてデジカメ持ってないですよね。ガスヘブン言ってたらガスヘブン。地下はこっちか。さっきみたいにやめてよ。ビリーが来てワンパン。うわ、クロちゃんのぬいぐるみが可愛いね。マスコットがよっしょ。はね、変えてませんよ。あのね、2回目釣られた時のもがきボタンをバスから十字キーの上に変えてるだけっすね。それ以外はサバイバーは変えてませんね。キラーは変えてますけど、キラーは L2 と L1 交換して R1 と R2 を交換してます。腰から出ようか。
あ、トラッパや、トラッパや。よし、引き継ごうか。ここないんやな、罠。罠あるかもな。追いかけられたら向こう行こうか。向こう裏に行こう。ドワイト待機中。お、見つかってないな。よし、あれ蹴って戻るかな。これはこれ戻るっしょ。これスキルチェックやばいな。あー、もう下手下手下手。あ、うまいな。ほっ、あー、仕掛けられた。排除しとこうか。この辺見とく？置いてるか。置いてないっぽいぞ。置いてないな。ここもチェスできるね。あとこの辺草あるあるあるわ。ボルタ入れようか。ボルタナイス。ちょ、みんちゃん助けてあげよう。これはナイスナイスナイス。あー、無理や。でもミンスケ助かったな。よかったよかった。いたしか。蹴れてないぞ、トラッパー。発電機蹴れてないけど。ノーマンありそうやな。お、こん、え、蹴れてない違うかそれ。蹴れてないって、トラッパー。早く話しすぎやろ。
トラちゃん。あーフェンミン狙われるやろな、終わりやからな。蹴れてない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 。突っ込んでったね。ここをさっき解除したんですよね。あ、やばいやばい、それうまいそれうまい。クソ、ぶつけなかった。板を2回ぶつけろなんやけどな。どこ行った？見えない見えない見えない。ぶつけろぶつけろ。ああぶつけなかった。ぶつけろ。どこの板で行く？小屋周りありそうやな。うわ怖っ。ちょ止まんとこか窓枠。ノーワー。あー間に合わんな。ちょ離れすぎた。ナイス。どこで壊した？この辺っすよね。回復してもらおうか。ドワイト2回目。あ、でも回復してもらってたら間に合わんな。ダメだ。ダメや。壁に入ってくれたからな、ドワイト。助けてあげたいな。いける？あ、いける、あ、いける、いける。兄ちゃん大丈夫か？兄ちゃん。あれ、ドワイト治ってない。じいちゃん。マジかマジかマジか。あーちょ待って、ボタンボタンミスった。ボタンミスった。助けてあげて、助けてあげて、コンカ。きついな。おしげぎ。
デッドハードか。え、出ていいよ、出ていいよ、時間ないよ。最悪や、絶好のあれやったのに、ライト吸収やったのに。ねえ、ボタン間違えて押すボタン。しまった、 R1 押してしまった。普通の人は R1 か、自分 R2 なんですよね。しゅんべさん、こんばんは。プラスなったかな。あ、プラスいいや、よかった。三四郎さん、こんばんは。最後板当てのチャンスね、一回当てたかったな、一回だけでも。オアシスさん、こんばんは。マーさん、こんばんは。キョチョさん、こんばんは。ユカポンさん、こんばんは。MT グッピーさん、こんばんは。ゲートキャッチ。あ、普通はあれか、 LR2 があるか。変えよう、ボタン配置。今変えます。あ、変えれない。R2 の方がやりやすいな。R2 やったらあれやもんね、押し込みが長いから難しい。中指でしないといけないし、人差し指の方がやりやすいですよね。毎日見れて、あ、本当ですか。ありがとうございます。マルボロさん、初コメありがとうございます。こんばんは。ランク7っすね。もうランク1いってる方いますよ。ツイッターで見たけど、ランク1。ハイセさん、こんばんは。まあ、早い人はもうその日に上げますからね、1日で。ランクリセット来てからもうすぐ朝方までやって上げますよ。自分1回だけやったことあるんですよね、キラーですけどね。キラーでランクリセット後にランク1まで行くっていうのを確か1回やったの。1回だけ、あ、やってないか。あ、違う、赤帯まで、赤帯まで行くまでやるっていうのやって、何時間ぐらいやったかな。5時間近くかかったん違うかな。今マッチ遅くて無理。まあもちろん社会人、バリバリ仕事してる社会人には無理っすよね。時間がなさすぎて1日なんかでは無理っすよね。
美穂さんこんばんは。5時間かかってなかったと思いますよ、赤田山で行くまではね。あのプラス2が取れやすいキラーばっかり使ってましたね。フレディとかレースってね、全滅取ればほぼプラス2になるんで、プラス2無慈悲が取りやすい。逆にビリーとかあの辺はもうプラス1しか取れないから、その辺は使わずにハグとかね、ハグとか無慈悲取りやすいですよね。ヘッポコさんこんばんは。マミオさんこんばんは。3連続で解散されてます。マジか、きついですね。明日も仕事や、それね。まあもう今日になっちゃいましたけど、土曜日も仕事ですよ、ほんまに。もう仕事なんか絶対したくないですよね。不明なエラーが発生しました。日本には税金というものがありまして、税金を納める義務というものがありまして、それをするには仕事をしないといけないっていう。だから税金がない国では仕事をしている人が少ないっていうね。自給自足だけで生活できるから。何これ、なんだこれ。働きたくないずら。ねえ、税金がない国行きたいですよね。アラブとか最高ですよ、ほんまに。王様お金ちょうだい。アラブの国民ってあれですよね、税金なしの、病院も全部タダで、病院と学校全部タダで、で仕事がしたかったら、お金欲しかったら王様に仕事ちょうだいって言ったら王様が仕事くれて、羊のなんかあれですよね、あの伊藤とかね、なんかそんなんするらしいですよ。そんなんしただけでなんか月に50万とかもらえるらしいですよ。で飯もただっすよね、飯も確か国民の人は。アラブって確かあの国民が1割ぐらいしかいないんですよね、人口の。まあ首都だけかもしれんけどね。いいっすよね、王様がいる国はいいっすよね。シンガポール税金最高っすか。ずっと DVD しててほしい。ゆいぽちさんこんばんは。パーティーばかりに当たってピップもらえない。あ、キラー頑張ってるんですか、リュウさん。ね、ですよね、ドバイね、いいっすよね。王様になりたい。でもね、アラブ、ドバイってね、確か治安はめちゃくちゃいいはずっすよ。あのね、お金に困ることがない国って基本治安いいっすよね。なんかやっぱり治安の悪い国っていうのはお金、だからもうその貧民層とかがいて、そういう国が多いですよね。まあ、裕福な国はもうとにかく治安がもう、なんか争う必要がないですもんね、みんな裕福やから。生活に困ってないし、仕事もたくさんあるやろうしね。そうそうそう、まみおさん、そうっすよね。あのほとんどの人が出稼ぎに来てるんですよね、ドバイに。いろんな国の人たちが
出稼ぎに来てるっていうか、まあ9割方がだからそのそういう人たち、まあ都市だけやろうけどね。アウダビでしたっけ、もう一個でかい都市、アラブのドバイとアウダビ、なんかそんな名前ですよね。多分自分ね、税金のこと知らないけど、多分日本はトップレベルで税金高いと思いますよ。トップクラスやと思います、世界で。あとヨーロッパの方とかね、消費税やったかな、消費税が 30% あるんですよ。 30% 高いと思うでしょ。だから100万円の車買ったら30万円税金取られるんですよね。高いでしょ。でもね、他の税金がないですよ。だから金持ちがその税金をたくさん払うっていうシステムになってるんですよ。金持ちって金使うでしょ。そういう国もありますよ。消費税だけがバカ高いけど他の税金がないっていう国ありますよ。いやほんまや、マッチを探しますって出てない。何これ、これどうなってんの。一回出てみるか。グルービー。出てない。なんだこれ、キラーは、キラーはできるのか。試合を検索中やって。日本はね、税金の種類がありすぎるんですよね、ほんまに。どんだけ種類あるのっていう。モフモフさん、こんばんは。北欧の税制はね、理にかなってますよね。いいっすよね。そう、スウェーデンとか多分フィンランドとかその辺っすね。イギリスとか、そうそうそう、贅沢品には高いっていう、ね、日本はトイレが綺麗アブダビか、アブダビやね。大体合ってたね。アブダビ。ドバイの鳥。あ、これマッチしないわ。これバグってますわ、俺。これバグってるやん、俺。これ、どうする?マッチしないですけど。あ、しかもバツボタン押せないし何これ、配信やり直しか。再起動しましょうか。再起動してきますわ。ごめんなさい、再起動してきます。少々お待ちを。どうやるんやったっけ。